はい、皆さんこんにちは、リンクチャンネルの門源です。今回はですね、やっぱフォアドライブが、まあ、学生もそうですね、ジュニアの子もそうですし、一般の方もそうですし、やっぱり練習では、はい、卓球練習とか、決まったコースについてもらえれば入るよっていう方は多いと思うんですけども、やっぱり試合になってどこに来るか分かんないとか、オールになった瞬間にすごくミスが増えたりとか、入れなくなる方ってすごく多いということで、今回はこうすればフォアドライブが安定して入りますよっていうポイントを、まあ、4つに分けて、大きく分けて4つに分けて解説をしていきたいと思います。はい、それでは行ってみよう。はい、まず一つ目ですね。一つ目はフリーハンド、左手ですね、が使えてないということですね。このフリーハンドを使うってどういうことやっていう話なんですけども、まあ、フォアハンドの基本は、この股関節をしっかり回旋をさせてあげて、股関節を回すことによってバックスイングを食って取ったり。で、その股関節の回旋、回り返る力で、ボールに遠心力だったり力を伝えて、飛ばしてあげるっていうのが、まあ、基本になります。まず、股関節を回すっていうことが、結構皆さんできてない方がすごく多いです。やはり、このラケットハンド、ラケットを持っている、右手だったら右手、左手だったら、左利きの方だったら左手。で、バックスイングをこうパッて取りに行きやすいですね。これ上回転でも下回転でも一緒だと思います。で、こうなる方って、肩がこう下がってしまったりとか、体が回らないので、腕で最終的に全部行ってしまう。ボールを飛ばしたり、回転をかける。そしてボールに合わせる。すべてを右半身、こうですね、ラケットハンドの方で行ってしまう方がすごく多いです。はい。で、こうなると 100% 自分の伝えられる力を伝え切ることができないんですね。なので上がらなかったりとか、タイミングがずれて手で迎えに行ってしまったりとか、やっぱり力みが入りやすいですね。全部自分でやろうと思ったら力が入ったり、バックスイングがすごく後ろにいて衝突してしまうとか、もういいことないんですね。ラケットハンドから引いてしまうっていうことは。なので、この左手、このフリーハンドでボールにパッて合わせてあげる。よくボールをキャッチしましょうって言うと思うんですけども、その意識を持ってください。はい。なので基本的には、このラケットからこう下ろして、打ちに行くとこうぶつかってしまったりだとか、回転はかけようとしてるんだけど、すごく力が入ってスイングが止まりやすかったりとか、あまりいいことが起きないので、基本的にはこのフリーハンドをパッてボールに持っていく意識ですね。打つ場所に持っていく。そう。これ最初取れなくてもいいので、こうやって球出しとかマシンとかでキャッチをしようとしてみてください。キャッチ。キャッチ。そう。あ。そう。で、この左手を出すことによって、結果的にくって体が回りやすくなります。まあ、下を回そう回そうとしすぎてしまうと、結果的に上半身しか回ってなくて、股関節が回んなかったりするので、意識としては左手をパッて持ってこようとしてあげるっていうのが、すごく大事ですね。はい。そうすることによって、もしバックサイドに構えていたとしても、パッてこう、体、足を一歩踏み出すことが、しやすくなります。はい。なので、とにかくフリーハンドをボールに合わせに行く。高さもそうですね。で、左右。はい。そうすることによって、手でこう、スイングを体からこう離れてしまったりとか、っていうことが少なくなったり、多くのミスになる原因も回避することができるようになります。はい。では、二つ目なんですけど、まあこれ、1、2、3番目。まあ4番目も当然なんですけど、全部繋がってます。正直、どれか一つ欠けてれば、安定してフォアドライブが打てないと思っていただいていいと思います。はい。で、二つ目なんですけど、このさっきのフリーハンド、この左手の意識ですね、をお伝えしたと思うんですけども、このフリーハンドをグッて引くことによって、ボールを引きつけたいんですね。皆さんなりやすいのは、とにかく下回転ってポーンって飛んできて、
そのままの速度でビュンってくることってまあ少ない。よほどね、カーンって厳しく突かれない限り、そんなにこう、早く飛んできたりとか、深く飛んでくることって、まあ少ないと思います。まあレベル帯にもよると思うんですけどね、もう本当上の方のトップス、ね、帯になると、もちろん速いとか厳しい突きがいっぱい来るので、まあ、そこに関しては、一回置いとくんですけども、基本的に、普通、ある程度の突きって、こう、ついてから、少し下回転でね、やっぱ戻る力があるので、少し失速していくことの方が多いです。うん、なので、突っつきし、こうポーンって飛んできて、そのまんま、こうゆっくり飛んできたボールに対して、あ、ボール来たと思って、そのまま手で迎えに行きやすいですね。で、そうなると結果的に、ラケットだけで迎えに行ってしまって、結局、この位置で言っていた手で打ってしまったり、迎えに行って飛ばしてしまったり、自分の力が最大限に伝わらなかったりっていうのがあります。うん、この股関節の回旋がすごく重要になってくるんですけども、まず左手で合わせることによって、まあその、まあこの下半身をですね、しっかりつま先からこう下ろしていく。膝をしっかり、左の膝をしっかり畳みながら、股関節をしっかり回して、イメージネジみたいなイメージですね。これは過去にもフォードライブで解説しているので、この折り方っていうのは、まあ過去の動画を、まあ、見ていただいたらいいと思うんですけども、グッて落とすことによって、ボールをしっかり、ここの空間を作りたいんですね。ボールを引き込んであげる空間を作ってあげる。うん、この空間作りかつ空間にボールを引き込むっていうことが皆さんできてないことが多いです、うん、すごく体の前ないしもう台の上で打ってるんじゃないかぐらいの方がめちゃくちゃ多いですね。そうすることによってやはり、まあ、それも力が伝わらなかったり迎えに行ってしまうことによってこのままとラケットが台に当たりそうとかネットかかりそうと思ってピッて面が変わって上に向けてボールを乗せてしまったりっていうことが発生しやすくなります。うん、はい。なので、ここに、この体の横に股関節を回すことによって、空間を作って、ここにボールを引き込むっていうことですね。このボールを引き込むがすごく大事になります。うん、このボールの引き込みに関しては、この股関節の回し返す力を利用するにあたってすごく重要になってきます。フォワードハンドっていうのは、最初にお伝えしたこの股関節のクッていう回旋の力でボールに力を伝える。遠心力飛ばしたり上にクッて上げる力を伝えてあげたいので、この腕の力でやるのはもうあくまで回転をキュッてかけるだけでいいと思います。はい。股関節の回旋でボールに遠心力を与えて飛ばしたり上げたりするもんだと、まあ思っていたらいいです。うん、なので、この股関節のクッて回る力とクッて回転をかける前腕の力、この2つが合わさることによってボールに最大限自分の体の力が伝わって楽な力少しの力でボールが飛んでくれるっていうイメージだと思ってください。しっかりボールを引きつけてあげてここに空間を作ってあげる。フリーハンドを出しながら体をねじり下りてあげて空間を作ってあげる。この空間を作ってあげることによって、一番この股関節がクッて返る瞬間の力をクッてボールに伝えてあげる。そうすることによって、楽にボールは持ち上げることができますし、力も伝えることもできるので、腕の力ですごく頑張って飛ばそうとしたりとかする必要は全くないです。フォアドライブって、しっかり体の一番力が入る瞬間、この股関節の回旋、クッて体全体の上半身と下半身の回旋がうまく噛み合えば、ほとんど力いらないです。このボールに合わせて引きつけて打つ。クッ。クッ。まあ、そこにまあ回転をかけてあげて、ボールを最後沈ましてあげる。はい。ですね。まあ、大体イメージなんですけども、どこまで引き込めばいいんやっていう話だと思うんですが、この股関節をくって回し返した、だいたい45度の位置ですね。体の真横、ここは0度として、真正面が90度だとしたら、その間ぐらい。の位置でくって体が股関節が回り返った瞬間に当たれば、一番力が伝わりやすいです。
右の股関節の斜め前ぐらい、少し斜め前ぐらいでインパクトしてあげるのが一番力が伝わりやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで3つ目ですね。3つ目は台との距離をしっかり取りましょうっていうことです。はい、めちゃくちゃ当たり前のことなんですけど、結構できてない方すごく多い。練習、卓球練習とか、まあ、決まったコースでサーブ出してここにつついてもらってドライブ打ちますみたいな時は、割とこうしっかりと自分が打ちやすい距離感で打ってることの方が、まあ、多いんですけども、やっぱ実際にオールとか試合になると、まあ、何かした後にドライブを打つことが、まあまあやっぱ多かったりとか、いきなりドライブを打つことがすごく多くなると思うんですね。ってなった時に、やっぱりちゃんと台との距離を確保できてるかっていうと、できてない方がすごく多いです。うん。やっぱサーブ出した後になると、下がってるつもりがあんまり下がれてなかったりとか、台上レシーブした後の距離がすごく狭かったりとか、っていうのがすごく多いので、やはり、ライトの距離、まあ、最低でもラケット 1.5 個分は開けたいですね。うん、そうすることによってこう股関節をくって回したりボールを引き込む時間がしっかり取れるので、もう少し安定してボールを打つことができます。やっぱり台と近いとバックスイングを取る暇がなくて、こう結局的にこう手で打ちに行くみたいなことがすごく増えやすいので、ポイントとしては台との距離をしっかり取ることを意識しましょうということですね。リンクチャンネル、はい、4つ目ですね。4つ目はリズムを取りましょう、ステップを踏みましょうっていうことです。はい、やっぱり試合になると皆さん、まあ体重をこう前に乗せてたりとか、まあ前傾姿勢とかは意識されると思うんですけど、やっぱり一つ一つ何か終わった後にやっぱり足が固まりやすい、こう止まりやすいんですね。体が一時停止しやすい、うん、でサーブを出した後もとか、レシーブする時ですねとかも、構えてはいるんだけども足がクッて止まりやすい、止まった状態からやっぱ人間って一歩踏み出すのってやっぱ難しいので、少し、まあ、これ何でもいいです。膝でちょっとこうリズムを取ってあげるでもいいですし、もちろんちっちゃくちょっと小刻みに飛んであげるでもいいですし、うん、こうちょっとリズムを何かしらの形で取ってほしいです。ステップを踏んであげる、はい、そうすることによってパッてやっぱ足がやっぱ少し動きやすいんですね。0コンマ何秒、この差がすごく大きな差になるのが卓球なので、しっかりとリズムを取ってあげて、すぐパッて動き出せるように仕上げてください。はい、ということで今回の動画は以上となります。この4つのポイントですね、すごく重要になってきますので、ぜひとも気をつけていただきたいと思うんですけども、まあ、大体試合だったりとか、まあ、練習もそうなんですけども、ドライブがうまく入らないなとか、なんか安定しないなと思ったら、大体この4つです。この4つのどれかがうまくいってない、もしくはずれてることの方が多いです、うん、なので、ちょっと振り返りとして覚えていただいて、ちょっと安定しない時とかミスが続いている時は、この4つのどれかをちょっと意識したり、見直してみて改善をしてみてください。はい。ということで、今回の動画は以上となるんですけども、このような形で体の使い方だったりとか、細かいところまでレッスンで伝えさせていただいておりますので、ぜひとも興味がある方は概要欄のリンクの方からお問い合わせください。本日はご視聴いただきありがとうございました。